突然ですけども、こんにちは。今日は、砂町の子ども劇場版にご覧いただきました。ありがとうございます。上映前まであと5分ですけども、少しだけお話しさせていただきます。FM愛が出ております、高橋と申します。よろしくお願いします。今日はね、住人の会も意外と入っていただきまして、話しさせていただいたんですけども、この砂町の子どもというのは、阪神・淡路大震災の時の出来事をですね、風化させないために、制作された映画でして、初めは NHK のドラマだったんですけども、公表について劇場版ということで、ドラマでは抑えきれなかった、映像が入っております。そしてですね、なんで今日フィントークかといいますと、今日はね、12月17日ということで、117という数字も入ってますし、今日は神戸マラソンだったということで、やらさせていただきまして、今日はちょっと道のくの、T シャツも着てるんですけど、私のはもともと神戸出身でして、震災で、実の姉と、自衛団で亡くしてるんですけども、そういうのも含めまして、東北の地震もありまして、その方も支援させていただきます。この映画ですね、主演は、森山未来さんと、佐藤優子さんなんですけども、森山未来さんは、神戸市東灘区出身の、俳優さんで、佐藤優子さんは、小学校の時と中学1年までが、神戸市が、東灘区に住んでおられまして、ちょうどこのお二人はもう神戸で、そのまま審査に合わせたみたいです。それで、抜擢されまして、この映画に、出演してるんですけども、この映画は、悲しいとか、辛いとかじゃなくて、本当に震災をですね、風化させないために、震災から15年の時に使いましたので、今年で18年、来年19年になりますけども、こういう、だんだん風化されつつありますので、たまにはこういう作品を見ていただきたいなと思います。そしてですね、余談になりますけども、この映画に津田さんという方も出てますけども、実は津田さん